女子レスリング48キロ級小原ひとみです。でスポーツをすることの楽しさや喜びを伝えるメッセージをぜひください。はい、それはこれまでの思いからどういう。そうですね、本当に続けることができないからといってすぐ諦めてやめてしまうのではなくて、続けることが大事だと思うので、それが力に変わっていつか夢が叶うと思うので、これを常に言い聞かせて今まで頑張ってきました。ありがとうございました。これからも頑張り続けてください。はい。